今日の鉄鍋満腹道場はピザです。材料はとりあえずピザ生地の分で強力粉 250g、 ドライイーストとお塩、オリーブオイル、ぬるま湯、ぬるま湯は 165cc です。であらかじめ、ぬるま湯の中にオリーブオイルとお塩を入れて混ぜておきます。でまず強力粉にドライイーストを入れてよく混ぜます。混ぜたところにお水を入れます。混ぜながら入れてください。お箸でずっと混ぜていって全体的にこんな感じで水分が行き渡ったら台に出して入れていきます。粉がひとまとめになるようにまとめになってきたところで、生地を手前に持ってたやつを向こう側に押し付けるようにして振っていきます。粉がなくなってきました。綺麗にまとまってきたところで、生地が冷めないうちに発酵に入ります。表面をきれいにして結び目を閉じて、きれいな方を上にして、ボウルの底に少しオリーブオイルを垂らしてひっつかないようにするためですね。これの感じで閉じた方を上にし下にしてラップをかけて一時発酵させます。はい、じゃあピザ生地を発酵させてる間にトマトソースを作ります。スキレットに、ホールトマトや、そういうようなものを入れてください。ホールトマトの場合は、潰しておいてください。で、ここは今日ちょっと潰れたやつを買ったのでそのまんま入れます。で、ここに、バジルとオレガナ、ドライハーブを入れて煮込みます。弱火でじんわり煮込んでいきます。で、最初はこういう感じで水分が多い感じなので、これをピザ生地に塗っちゃうとべちょっとしちゃいますので、ちょっと水分が飛ぶまで煮込んでいきます。煮込むことでトマトの酸味も強くなりますので、味が濃くなって美味しくなると思います。あとお好みで、塩コショウ少々してください。さっきの半分ぐらいの量になってますね。これぐらい硬くなったらいいと思います。これでピザソースの完成です。塗るまでにちょっと冷めるように粗熱を取っておきます。はい、ピザの具です。こっちから半分はミックスピザの具で、コーン、ピーマン、ベーコン、玉ねぎでミックスチーズで、こっちから半分はマルゲリータの具でモッツァレラチーズ、
焼き上がった時にのせる生ハム、バジル、トマトです。あとトマトソースは両方とも共用です。家の発酵機で45分発酵させた状態です。だいたい2倍ぐらいに膨らんでます。でこれにパンチをしてガス抜きします。閉まりましたね。でこの生地を4等分にします。ラップなどをかけて15分間休ませます。ベンチタイムです。まんべんなく塗りまして、モッツァレラチーズとトマトをのせていきます。焼くときにはこういうものを用意しておくと便利です。バッチオーブンよりかはちょっと大きめの長めのアルミ箔の板を2枚作っておきます。でこれをどうするかというと、よいしょ、クロスにして、でこの上にのっけて、でこれをこのままバッチオーブンの中に運ぶとピザが型崩れしなくていいと思います。はい、じゃあこれで焼いていきます。バッチオーブンはあらかじめ十分にプレヒートしておいてください。で蓋をして、あとは今日は上火ヒーターなるものを使います。お家用の、お家では炭で調理ができないのでこういうものを使います。ユニフレームの上火ヒーターです。あらかじめスイッチを入れて200度ぐらいに温度を上げておいてください。でこれで焼いていきます。ちょっと中開けてみましょう。はい、蓋をしてから7、8分経った状態です。ちょっと中を見てみましょう。お、いい感じにソースがグツグツ言っています。いいと思います。じゃあ鍋から出してみます。その生地もいい感じに焼けてると思います。はい、じゃあ生ハムを乗っけました。これでいただきたいと思います。2種類目はミックスピザです。はい、じゃあまた焼いていきます。ミックスピザなので具はお好みでどうぞ。2種類目も焼いていきます。感じに焼けてますね。はい、ミックスピザの完成です。じゃあこれもいただきます。